6番さん戻ってきました。ちょっと待ちます。戻りました。あ、了解です。じゃあ、ルールテンプレですね。で、配損だけ僕押すんで、他の方は押さないでください。もし押された場合は、配損にしちゃっていいかな。いいですよね。なんかだるいんで。とりあえず、配損もし押された場合は、配損しちゃいましょう。って感じで。あ、大丈夫ですかね。わかんないことなければ準備完了お願いします。薬害は。ああ、なしでいいっすよね。なしでお願いします。いきまーす。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、1番手ですね。7番です。よろしくお願いいたします。特に使用はないです。思考開示させていただきますね。感情的にならないでほしいです。まず1つ目として、狼を探していく中で、ヘイト向けられたり向けたりとかいろいろあると思うんですけど、そのヘイト向けられた、叩かれたから殴り返すってマジで無駄なくて、その叩かれた内容が正当であるのか不当であるのかっていうのを判断するべきかなと思ってますね。で、あともう一個は、狼っていうのは白黒見えてるわけじゃないですか。で、その中で、白いところに白っていうのって比較的簡単かなと思うんですけど、白って見えてるところに黒って言わないといけないんで、そこが雑になる傾向があると思っているので、村の皆さん、僕も含めですけど、黒い血を重点的に上げていただければ、狼は苦しくなっていくんじゃないかなとは思ってますね。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。ランダム結果、2番さん白、把握お願いします。まず、7番さんですね。7番さんについては、とりあえず、当たり障り、つうか、すごい、白位置に上がるような言葉を言っているんですけども、一番最初なので2周目っていう感じですね。白位置でも黒位置でも上がりませんが、発言的にはすごいいいなとは思っています。ですが、白黒位置はさすがにつけられません。印象はいいなぐらいしか、とは思います。そうだな。俺の判断なんだけども、霊能とかは1周目で正直出てほしい。騎士は2周目で、騎士は自分で任せますけども、占いたくないので、とは思っております。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、死占い師です。8白です。8白。8がそらなければ8強人確定です。8白、把握お願いします。7番さんの印象は、新しい進行論だなと思って、印象はいいです。印象はいいっていうだけです。白い手は置いてませんって感じです。役に関してなんですけども、霊能は出てほしい。騎士に関してはセンスに任したいと思ってる。8白、把握お願いしたい。で、私は初日は、ムラリがない人、または自分を偽で見てる人を釣りたいと思う。そんな人はいらないと思ってます。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。
はい、おはようございます。村人陣営のカード引きました。ブブリンです。うん、7番さんはね、自分でいろいろ発言してるんだけども、それに対して2周目、実行してくれなきゃダメなんだけど、7が白狼打ちだった場合っていうのは結局逃げ切られちゃう位置なのかなと思ったからね。で、8が2に白。その8番に対して9が8白で、9番さんの意見だと8番強靭だろう、すらないのと。それは2周目でしょう。はい。まだ場面固まってないからね。9進8強。それか、9老8強で、すらを求めている人物か。それがわからない。まだね。で、2番さんの話を聞いて、盤面揃ってから発言伸ばしたいんだが、自分は単体精査ですよ。白先が黒いからって引っ張るようなことはなるべくしません。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、1周目よろしくお願いします。まあ、直近の1番さん、印象はすごいいいかなって思いました。前の人の触れ方と、普通に盤面整理ちゃんとできてたし。まあ、すごい、印象は良かったっすね。まあ、まだ別に白とか黒とか、わかんないですけど。まあ、で、8番さんと9番さんに関しては、まあ、どっちも7番さんを印象いいと見る。占いだったら、どっちとも見れないはずなんですよね。新占いだったら。で、8番さんに気になってたところで9番さんが8番さんにしろ。で、7番さんって進行論しか言ってないから、色って一切わかんないじゃん。で、新占いだったら黒を見つけたいからさ、7番さんがもし黒だった場合ってさ、最初から印象いいとか別に言う必要ないかなって思ったんだけど、どっちかわかんないよね、って思ったから、8番さんも9番さんもなんかそんなに印象良くないなって感じ。で、7番さんは2周目頑張ってほしいなって感じ。3番のプレイヤーが発言します。はい、特に CO はありません。占い師に関してはどっちも信頼ですね。どっちも信頼かなと思ってます。で、直近の2番さんが1番さんの印象がいいと。まあ、1番さん発言聞いてたんですが、ちょっと小さくてね、私はあまり聞き取れていなかったんですよね。まあなんか単体精査っていうふうなことを言ってたのは聞こえたんですが、2番さんは、1番さん、まあ印象いいって言ってましたが、私はそれはちょっと聞こえなかったので同意できなかったって感じかな。それ以外のことについておかしなことを言ってるとは感じなかった。7番さんは2周目次第としか言いようがない。ただ8が7になんか、なんか白印象取りに行ってんなみたいな、ちょっと触れたそうにしてる感じがあったかなって感じ。占い師どっちも信ないと思ってます。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。ですね、8番さんのその占い結果につきましては、ちょっと私、すいません、ちょっと離れてたので忘れてしまいました。ですから、8番さんの位置で、はい、教えてください。2週目以降がチャット解禁なので、はい、8番さんの位置で占い結果を教えてください。そうですね、8級のその占い精査なんですけど、8の話はちょっとね、聞いてなかったので、まあ、9番さんで一つ気になったところっていうのは、その私を疑った人は釣りますっていう発言ですね。それが気になりましたね。疑われる場合もあるし、信じられる場合もあると思うんですけども、それを納得させるのが人狼ゲームじゃないですかね。そこに対して疑った人物を釣るっていうのはどうかなと思います。まあまあまあ、奈良さんがそうですね、白圧迫じゃなくて黒を見つけていくっていうスタイルなんで、まあ、汲み取ったとしても、と思いましたね。1はちょっと聞こえなかったです。2、3は後で。5番のプレイヤーが発言します。まあ8が2で9が8。中心点は8が強靭。8番は2が白。まあ4番は把握漏れてるかっていうとこか。まあなんか、3番はどっちも芯がない。まあ4番は一応理由言ってる9番の方のその話してるその釣りに関して疑問が持っている。多分理由がないからわかんない。1番って多分7の進行論が合ってなかったらまあ、その時はおかしいんじゃないかっていう話だったような気がして。7番も2周目の人だね。印象よく聞こえるような話なんだけど。なので、私は、まあ、現在ね、分かってないです。ただ一三をもう一周聞いてね、グレー生徒と盤面が出揃ってからね、
考えますよ。私、8、9、どっちかに芯がいるんだから、どっちかに芯があるような気がするけど、まだ分かってないですね。3番、4番みたいに、まあ、分かんないです。芯を切るというレベルじゃないですね。ちょっとね、2周目で、精査します。6番のプレイヤーが発言します。なんとも言えないな。はい、6番です。よろしくお願いします。霊能者ね。把握してくれい。で、まあ、9番さんはね、出方で、一周潜伏した場合っていうのが、8番さんに白で、もしかしたら大混乱で出た場合って、もう、9番さん目線で8番さんも強陣確定してるから、そこでさ、狼破り出すとか、そういうこと言ってたけど、ここまで出ないってことはね、ワンチャン9番さん芯もあるかなって考えたんだけど、どうでしょうか。まあ、それくらいで、ね、1番さんはね、一応7番さんのね、位置で、白狼懸念だけはしたなって感じ。まあ、それは2周目機会でわかんないから、他はね、まあ、3番さんは両方ともぶった切ってて、あの2番さんもか、2番さんも4番、3番さんもね、なんか8、9、両方新名がないって言ってるから、割と高くなと思ったんだよね。まあまあ、それくらいかな、とりあえず言えることするのは。すこぶる印象悪いって言ったら、まあ4番さんくらいだけど、まあ5番さんもあんまり良くない印象だからな。どうしようかな。まだ1名聞きますね、とりあえず。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、そうっすね。ああ、3番さんが占い4しろね。OK。3番さんが信ない、両方占い信ないって言ってたのが、マジでなんでって思ってたけど、そういうことね。はい。まあ、3、4、盤面っていうことは、どうなんだろうな。9番さん目線8強3ローでしょ。で、村が落とす考察を察して、どうせ3番さんローで出てくんのかな、みたいなところだと思うけど。まあ、普通に俺は発言聞いて一番芯ないなって思うところから釣る派なんで、まあ、3番さんに関しては、1聞き取りにくかった8、9両方芯ないなっていうのの理由もなく、まあ、普通に、なんだ、占いを匂わせるっていうかね、そういうもう出るって決めてたムーブなんだろうけど、特に色落ちないで3番さんは2周目頑張ってくださいって感じで、8番さんに関しても盤面的に僕にしか触れてなかったんで、8もわかんないっす。ただ、9番さんの新要素結構あると思っていて、9番さんが8がパッて出た中で9が8に白を打つかなっていうのは思ってますよ。って感じっすかね。ちなみにまあグレーで言うと、1番さんの僕への圧のかけ方は良かったと思います。ただ残念ながら期待にお応えできそうにはないですけど、4番さんに関しては8の占い位置把握漏れと、9私疑った一つでおかしいって言ってますけど、9番さんって初日は、もしね、まあ今3勝だからまた別だけど、自分を疑う人って人外表にしかならないんで、別にその思考って間違ってないですけどね。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。9番さんが俺の次に出たってことは、9番さん確実に俺は強人って思ってるんだけど、3番さん言ってください。それは飲めますよね。絶対飲めますよねって感じですけどね。まあ、いや、とりあえず俺、3番さんは9番さんどっちか絶対釣りたいとは思って、この盤面でね。絶対俺残りたい、マジで。で、まずいいや。そうだな。俺が怪しいと思った位置を言うんだけども、1、もしくは5。まあ、もともと3を、人狼マークはつけてたんだけども、なんでかすごい怪しかったなと思っているから、3番さんは人狼マークつけたら、もしくは、まさかの占い師だったっていうことで、もう3の人狼軸、旧人狼軸で置いています。まあでも、人狼旧さん、人狼軸とか言うんじゃなくて、まあ今日でもいるんですけどね。まあそこはとりあえずいいや。1、5、怪しいなと思ったのが、申し訳ないんだけども、ちょっと追加しますけども、1、1の発言でさ、なんだっけな。なんかあった。一の発言で、そう、単体精査をしっかりします。でも、俺の占い先の2番も発言を1番さんしてたのに、単体精査であれば別に、俺が白出し位置の部分っていうのが、なんかしっくり来なかったなっていうのは、一番最後でしっくり来なかったなと思っているから、ちょっと怪しいな。グレー1であれ怪しいなと思っている。で、対するの5番さん、4番さんはよくわかんないけども、発言があんまり聞いてないっていうことも、5番さんが、9番さん、8番さん、あんまり印象良くないって言ったんだけども、9番さんの方が新っぽいみたいな発言したんだけど、なんかすっごい怪しいなと。9番のプレイヤーが発言します。盤面が動きましたね。3番さん、人狼です。2番さんのローはないと思ってます。2番のローはないと思ってる。
あ、ちなみに理由を言うと、八番さんに囲われてわざわざ2、3に出る必要がないと思っているから、2のローはないんじゃないかなと思ってる。逆手に取ったとかなければね、ないとは思ってる。で、3、順の、八番さんも3位権でしょ。じゃあ3位って。絶対3位ってね。3、人狼だから。てかもうこれ、勝ち確やん。もう3つって黒見えます。はい、勝ち確やんか。え、大丈夫？なんか3番さん、あ、ちなみにこれ言っとくけど、3潮目出てきたからシンガルとかアホみたいな考察する人に言っとくけど、3、人狼だからね。言っとく。で、ちなみに3、4で書こうとも思いづらいから、なんか8番さんと思考が合うんだよね。やけに。やけに思考が合うけど、八幡さん、狂人の仕事した方がいいんじゃないかな、ぐらい。まあ、いいや。まあ、空がないってことなので、3番さん、人狼。そうだな。まあ、それぐらいしか言いようがないな。もう、だってもう、私目線も3がローって分かってるから、ここで、騎士が霊能を守って、そこで3のローが分かる。それで私のシーンが分かる。ああ、ちょっと待って。騎士は、そっか。私を守るか、霊能を守るか、そこセンスだね。ちょっと狼に助言をしない方がいいな。とりあえず3つって、3つったら分かる。騎士はさ、センスで任す。1番のプレイヤーが発言します。可能性として、8番に言われてなんで8の白先の2番の意見も聞くのって言ったんだけど、ポンコツかよと思ったよ。いいかい？9が死んで8強が分かってるなら8はいらない子ちゃんなんだよ。9っていうのは即座に8番強人なんで釣ってください。その言葉がなきゃおかしいんだわ。一番怖いのはいいかい？八郎九強なんだよ。九強で八郎軸に追って八をスライドさせる。そうすると、八っていうのが強人としてムーブで動いちゃったりとかめちゃくちゃ危ないんだよね。いや、わかる？だからいろんなことができるんだ。だから、新目っていうのは九番から取れないんだ、どうしても。で、8級で3つで押してるっていうのもあるんだけど、9人場面っていうのはまずグレー詰めだからね。俺目線っていうのは5、7を詰めていくわけ。どうして申し訳ない村人をする。村人だったらごめんね。ここからね、どっちかいるんだけども、それをするってことは、本当に1回か2回しか占えない。占い師さんの占い先を黒出させるためなんだよ。もしくはパンダ、もしくは隠しろを出させるために、いらない子ちゃんを釣っていくっていうのはグレー詰めのセオリーなんだよ。三振だったらどうするよ、これ。わかる？うん。九郎八強。これも怖いよ。九郎八強ね。ああ、そうすると、八が強人だとすると、二番っていうのはどうなるよ。白でも何でもなくなっちゃうんで、一気にグレーに落っこちるんだよ。だから俺は二番の発言を聞くって一周目から言ってるの。これが単体政策の強みなんだよね。今日は問答無用で5と7並んで提示します。いいよね。飲めるよね。そういうこと。乱提示。3釣りはまだまだ早い。2番のプレイヤーが発言します。どういうこと？1番さん別にいいじゃん、普通に占いから行けば。うん、俺占いから行きたいんだけど。てかさ、そもそもさ、8番さんってさ、理由なしに1番さん疑われてんだよ。うん、理由一言も言ってなかったからね。8番さん1と5怪しいって言ってたけど、うん、理由一言も言ってないからね。うん、まだ3番さんの発言聞いてないからわかんないけど、普通に893、まあ1周目の3番さんの発言を参考にして、まあ、言わせてもらうけど、普通に8番さんが圧倒的に黒、まあ人外だと思うわ。うん、で、1番さんはそれを自分が黒塗りというか、怪しまれてて、理由なしに黒ま、怪しまれてる8番さんをどう思ってんのかなっていうのはすげえ気になる。うん、普通に8でいいと思うんだけど。まあでも、確かに一番さんが言ってる九郎の八強っていうのが、九強の八郎かが、もう怖いと思う、普通に。怖いとは思うけど、普通に一周目から八番さんの発言って、新占いであれば、七番さんを、なんていうのかな、ちゃんと精査したいと思うはずなんだよ、一周目の一番手の位置はね。まあそれを白っぽいというような発言しか残さなかった。で、2周目に1番さんと5番さんが怪しい。じゃあその理由何ですかっていうところを誰にも伝えてなかったっていうところから、俺が気になったのは。まあ、9番さんは言うことそれくらいだと思うし、盤面的に9番さんが出るメリット、まあ8に白を打つメリットもないと思うから、俺は普通に8から行きたいなって思ってる。まあ最後6番さん。3番のプレイヤーが発言します。
うん、何やら2周目になって1番さん、2番さんと非常にいい議論が進んでいるように思いますね。私が1周目、8、9、どっちも信ないって言ったのは、まあ、察していただいた通りです。で、私目線の話で、8番と9番の、まあ、内訳ですよね。これが一番大事だと思っていて、確かに、例えば考察として9番が8に白をさっと出したのは、例えば、ローメがあるんじゃないかとか、盤面的にそういう考察もできるんですが、1、2と発言で考察していた通り、私もね、どちらかというと8がローに見えてるんです。9がね、あまりにもね、破綻を怖がっているように見えないんですよね。なんか破綻してもいいような行動、発言、そういうふうに見えてるんです。どちらかというと9が強に見えている。私目線はね。だから8釣ってほしい。で、1番さんに関してはその発言は良かったんだが、57ロランテージでしたっけ？これはちょっとわからなかったな。単純に8から言ってほしいと思ってますよ。2番さんに関しては黒要素が今のところ取れていない。正直1、2とこういういい発言が進んできたので、8の相方として、5か7、どちらかにいるんじゃないかという視点が私にはあります。今日に関しては8釣っていただいて、で、私の視点を明日占いで狭めたいかなと思っています。以上。4番のプレイヤーが発言します。まあ、3番様、最初は良かったんですけどね、最後の方がちょっとしっくり来なかったですね。8番様をローで見てる、8番1番3をローで見てるんだったら、1番3の5ランっていうのを不思議に思ってたんですよね。で、8のつながる位置って確かに57もあると思うんですけど、1もあると思うんですよ。そこに対して5ランを提示した3番3の最後の印象悪かったですね。さて、3番3がこの3、4目で出てきて、私に白を打った状態。まあ、霊能の方が最後言ってたんですけど、私の印象は、今日は霊能の方は非常に悪かったと言ってました。まあ、把握漏れもありましたけど。まあ、その把握漏れに関しては申し訳なかったと思ってます。はい、3が4に白を打つ理由ってことはそうですね。アウトするなら3、4ローロー、うん、可能性があります。現状そうですね。9番さんが釣り位置を上げなかったこと、うん、3番さんの相方位置を上げなかったこと、8番さんに関しては3番さんの相方位置を1号で提示してました。3番さんに関しては8の相方位置を5の7で提示してました。9番さんはそうですね、あっ、新境。3、8に関しては老老があります。老境か。老心か。心老か。だから占いを落とすんだったら3、8はどちらかでいいと思ってます。私を疑うんだったら霊能さん、はい、3番さん釣ってください。それで3、4老老を見てください。そうですね、個人的にはそうだな。どちらでも構いません、私は。3、8、7。以上。5番。のプレイヤーが発言します。はいはい、そうですね、そうですね、難しいですね。まあまあ6番が決めればいいんじゃないですかね。情報釣りして3釣るのか、8、9の方に行くのか、まあ村が決めて黒いのを釣れればいいですね。黒と白が釣れればいいんじゃないですかね。まあどっちみちやるべきことはラストウルフが誰かなんで、俺視点は。7、1、2、4の中の誰かなっていう、早く真に見抜きたいけど、一つの色は落ちるわけだから。まあ、6番が、責任を負ったらいいんじゃない？まあ、6番が決めて、村が決めて、地に釣ったら村が悪い。反省しなきゃならない。俺はわかんないよ。どこに芯があるのかは。わからないっす。どういうことなんだろうかね。これね、7、1、2、4にいるんだよな。厳しい戦いなんだろうかね。まあ、6番が、やればいいじゃないですか。まあ、投票したのは自分自身だからね。これは言えるよ。霊能が間違ったから霊能をぶったらくような村があったんでね。私が霊能の時に、ね、私はきっちり陣外に入れてましたけどね。
村が信を釣るって、あ、びっくりしましたね、その村。6番のプレイヤーが発言します。これ責任をちょっと俺になすりつけやめてもらっていいですかね。とりあえず落とせる情報だけ、一応もしかしたらだけど信用路あるかもしんねえから、そこだけね、ちょっとね、一応考えておいてね。だって一番さ、7号なんて、いや、398のさ、新規別ミスったら負けだから、それ言っとくけど、ないね。ないから、絶対ない。だからもしかしたらだけど、5番さん、悪いんだけど、教授っぽく見る、それ、やめてくんねえかな、1番さんもね。うん、だからワンチャン新ローラーかもしんねえって思ってしまう。はい。で、情報追加な、3番さん行くべきかなんか、つまんちでなうんね、これ。3番さんに関しては一応フラグが残していたけども、9番さんがもし8番さんに白を打てる理由があるとしたら、まあ2番さん狼で9人狼しかないと思ってんだよね。グレーにいて8番さんに白を打つのはさすがにないと思ってんだよ。うん、そこだけですね。で、2番さん一気に聞いてたけど、その前黒く予想拾えてないから何とも言えないです。だから、で、4番さんで聞いていたけども、はっきりしてなと思ったくらいですね、はっきり言って。悩むな。1番さんは言ってることすげえおかしかったけど、うん、3番さんはなぜか1番さんと2番さんことすげえいいって言ったからさ、謎なんだよな。あー、まあまあ、あるとしたら、1番さんもし狂人じゃなくて水狼で、1番狼を8番さん狂人とか。あ、マジっすか。了解です。はい、1ね。申し訳ない。そしたら、3つしかないな、ちょっと。申し訳ないけど。三番さん、信念申し訳ない。三番さん行かせてもらいます。三番さんの信をね、もし白結果だった場合って、大阪四番さん白だと思ってるんだよ。そこで確認したいです。申し訳ない。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。じゃあ私は一体なぜ出てきたんですかという話になりませんか？なぜ私を釣るのか。せっかく89にね、どちらも死んないって言って反応を見て2周目でちゃんと出て、で、釣られる。それはなくないですかって話なんですよ。私を釣って得られる情報って、旧の破綻ぐらいですよね。で、真の私が釣られたことによって、4が白という情報しか落とせていないまま、この村はまあ、8、9は釣り切ってくださいね。9が破綻して9釣って、で、8が、まあ、どちらか、まあ、8、9の内訳どちらがどうなっていうのはわかりませんけどね。ただ私はロー、8ロー、9強に見えている。はい。村あと頑張ってくださいね、マジで。最後まで見てます。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番2番のプレイヤーが発言します。はい、3白白ね、7白3白3白7白、あれ、え、8が7だし、9は。え、9は。はい、これ聞こえてます？え、9番の占い結果は？え、9番占いだよね。あ、9番さん？7白。
白。7が隠し色 ?7 が隠し色の、まあまあ、釣り切るんだけど、釣り切るんだけど、8、9、ローだったとして、7を隠し色。8が7に白打って、9が7に白打つめ。もう、ごめん、整理疲れ。ちょっと待ってね。わかんねえ。けど、釣り切るよ。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。お願いいたします。さて、この盤面、8、9がともに7を白を出している状態。そして考えてほしいのは、9番さんのその占い結果が非常に遅かった点ですね。皆さん、この遅かった点に対して、まあ、突っ込む要素がいっぱいあると思うんですけども、仮にこれが9が強靭だった場合、9が強靭だった場合っていうのは、一縄使える状態なんです。占い結果を遅く出して、わざわざ自分が釣られに行く状態。9番が強靭と置いてます。3番が白を出している状態なので、そうですね、3番が真ですね、これ。だから9釣りよりも絶対8釣りの方が絶対人狼は落ちる。僕は絶対そう思います。8ローの9強の三振ですね。で、3が4に白を出してる状態なんで、3、4のラインはなかったはずです。それだったら3番さんがその3、4、4で3が4に白を出す意味がないです。3は真ですね。まあ、1が噛まれた理由っていうのは、1は5、7のランを提示してました。2がもしもアーマーだった場合、2がもしもアーマーだった場合、1が騎士になるはずなんです。そして2の色っていうのは8が2に白を出してる状態。そうだな。8にラインもないことはない状態ですね。非常に難しい盤面です。57に関してはそうですね。5番さんはほとんど色が落ちない状態なので、しっかり喋ってもらわなかったら色が落ちない状態です。最終的にちょっと困ります。今日占いで行くんだったら8釣りですね。9は強靭でしょう。以上です。5番のプレイヤーが発言します。9番って破綻してるからもう占いじゃないですよ。9確定人外ね。9釣って。8番に色つけてもらったらいいんじゃないですか。4か5どうなるか。うん。で、最終日2番が生き残ってたら2番釣ればいいんじゃないですか。うん。7番か2番でいいんじゃないですか。わかんないけど、もう4番白でしょうがないから、もう7か2。うん、2番駅残ってたら2番。もう初週で出る騎士なんかありえないから、もう。何考えてんだろうと思ってる。で、1番噛まれてんだから、騎士乗っ取りもあるし、2番の。1番が7を疑ってるから7番。噛んできた。もう7か2で絞ってもいいんじゃないですか。2番噛まれたら7でいいんじゃないですか、もう。うん。もうしゃあないんで。うん。まあ。そういうことですね。まあ。決めたことですからね。村が決めたことですから。情報釣りすれば正しいんだって。まあ、情報釣りしてよかったですね。9番は偽。3番か8番に真がいるってことで。8、9どちらかにローがいる。これだけが分かったってだけで。9つって8の占ってもらえばいいんじゃないですか。ご苦労が出れば8見せだし。三振の可能性もあれば4番が白くなるし。7番、2番。うん。いやー、なんでこんなに白い7番さんが残ってるんでしょうね。騎士の2番さんと。うん。6番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえず9番さん次だな、これ。9つって、俺の欲求が見えないから。2番差なんで残ってんだろうなって俺も思ったから、1番差かまんだよね。ってことはもう進路のなさそうだなって思ってんだよね。そうだな。まあ、9か8かの審議でいろいろ変わってくると思うから、まあ、4番差もう白で置くしかないかもしれないな。3番差に強靭なスコア出るメリットってほぼないと思ってんだけども、どうでしょうか。まあ、なくはないけど、ただ普通に考えたら、まあ、8キーどっちもしなかったから、3番出すのは間違えた、俺は。
外れさせるべきだったかな。これ、まんべん見すぎなんだよな、最近。まあ、2番さん一応キスの手だけ追っといてもらって、生き残ってたらね、一応そこだけですね。1番さん噛まれちゃってるから。1番さん次で7号ついたいっつって、1番さん噛めるとあれっつったら、噛めるとあれっつったらね、2番さんじゃないと思うんだけども、2番さんキスの手のあれかもしんねえから。まあ、私9番さん行きましょう、とりあえず。それくらいか。9のなんだろうな。白って場合、強靭だから、普通に8番さん狼で。まあまあ、7、8とか。それは見づらいからな。大きいはなそうだって気するけど、どうでしょうかね。まあ、5番さんも言って適当だから、正直白くはない。うん。7番さん、どうだろうな。8番さん言ってんだよね。東京だけはね。今日9番さんね。7番のプレイヤーが発言します。はい、なんかまあぶっちゃけ負けそうだなと思ってますね、はい、まず1紙の違和感は拾った方がいいんですけど、2が乗っ取りっていうよりは2がローで噛まれてないことを追わせたい人物がいるって考えの方が自然だと思うし、でかつ3って白結果が落ちてるじゃないですか。白結果が落ちてる中で9が8に白を指してて3で3が出てきてね、情報釣りで3が釣られた場合、3って9を破綻させることになるんですよ。主人をね。だから3が強で出ることってなくて、3は進路1でしかなくて、白結果落ちてることから3は進でしかないっすよ。つまり4は隠しろね。はい。4番さんは、なんだっけな、なんか3、4ラインなかったとか、9は結果遅かったとか、9結果遅い動向の前に破綻だから、おかしいこと言ってるけど、4は残念ながら隠しろです。はい。と思ってます、俺はね。で、だから、俺目線は8、9両方偽だと思ってるけど、破綻で、村目線分かりやすい9行きましょう。じゃあ今日はね。はい。で、その中で、まあ2番さんに関しては、まあ5番さんここは良かったんだけど、最後まで生き残ったら2にも視点を向けないといけないと思うよ。2番さんの発言で、なんだっけな、おかしい点があったのは、7隠しろみたいなこと言ってたんだよね。うん。3番さん目線俺占ってないから、俺は隠しろではないですよ、2番さん言っときますけど。だよね。俺隠しろじゃないよね。はい。そんなことを言ってると、2黒塗られますよとだけ言っときます。はい。まあ、ほぼないと思ってますけどね。なんで、自動的に5かなと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、とりあえず急ずります。一番最初にお礼を白出して、その次に7番さん。で、3番さんが噛まれて、噛まれているんじゃなくて、投票で行って、霊能者が白って出ました。うん、破綻なので9番さん取ります。で、本当に2番さんは、白なんだよ。7番さんと2番さん白だから、俺はマジで。うん。だから、2番さんはそんなに捨てれないだけで、うん。なんで残ってんの、うん。知らないけど、わかんないけども、本当に。うん、そこはわかんないけども、本当に白だから。だから、俺、的にはもう4、5、どっちかしかないんだよね。うん。だから次の投票。だから9番さんを落として、その結果で、その次、俺の占いの結果を言って、俺は投票を見にするのは全然いいんだけども、最後に占ってほしいからとりあえず9番さん釣ります。今、ぶっちゃけ4番さんが怪しいとは思っている。9番のプレイヤーが発言します。マジで本当に、もうこれ信じてもらえないと思うけど、ガチでリア強がいるわ。もう3か8リア強。もうこれもうごめんけど、もう勝てないよこれ。絶対勝てない。もうリア強より1位で勝てないから。じゃあ私釣るなら釣るでいいんだけど、ただ勝てない。ああ、そういうことだ。私は3、もう3ローで、ローしかないから、もう3ローで考察したけど、もうリア強より1位で無理だわ。もう勝てないわ。もうあと頑張ってねとしか言いようがない。ただ本当に死んとだけ言うとく。ガチで死んだから。誰だったんだろうね。8って初日2白でしょ。8がリア強か3がリア強か分からんけど、どうなんだろうね。24なのか45なのか25なのか。
もうこれ多分勝てないわ。もう私釣った時点で負け。もうこれもうどうしようもないわ。どうしようもない。8は今4を疑ってんだよね。うん、まあもうこれはもう無理だな。もう私する、もう8にも行かないで、8強人だから。もしくはリア強だから。245でいて。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。はい。はい。もうどうしようもないですね。もう8強人ですね。はい。245番さん、頑張ってください。245番さん、頑張ってくださいね。あ、ちなみに誰かしたけど、7、確証ですよ。確証。ああ、もう3の死を追うとか、そういう話は抜け、私目線も7確証です。7番さんに触れないでいいです。はい。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。今日は8番さん釣りますね。まあ、8番さんの俺は3が死んだと思ってんですけど、今日は破綻したからもう省きますね。リア強とか追ってたらもう気にないんで、それは追わないです。で、8のおかしかった要素あげます。まず、4黒出してますけど、4怪しいっていう発言を前の週に残していますけど、その理由が全くなかった点がまず1点。で、もう一つは、9番さんのことを強人で、僕の次に出たから強人だと思ってますって言ったんですけど、8番さん目線って9が強人で8番さんに白を刺すよりも、狼で8白を刺す方がメリットあるんですよ。わかります？ 9 番さんが狼だった場合って8白を刺すことによって、グレーに2浪潜伏の線を追わせられるんで、なんだ、グレーに2浪いないのに、9はグレーに2浪いないのに、なんだ、グレーに2浪潜伏を追わせられるんで、9はローで追う方がメリットありますけど、それを強靭で置いた視点が、思考が足りてないなって思いますけど、9が8に白を刺して、強靭で追う目線ってどういう視点なんすかね。まあまあ、僕はわかんないです。なんせ。はい。ですね。5番さんの怪しい要素って、まずずっと投票行動がおかしいっていうのと、あと6が決めたらいいっていう発言が投げやり。で、かつ2噛まれたら7でいいって言ってるんですけど、4番さんってどこ行ったんですかって思ってました、5番さんに関してはね。わかりますかね、言ってること。はい、今日8詰めます。8番のプレイヤーが発言します。いや、俺釣りは飲めない。絶対4行って。4行って、もしそれで終わらなければ絶対俺釣りでいいから、別に。とは思っている。マジで、4釣りで絶対お願いします。絶対勝てるから。村人陣営絶対勝てるから。うん。で、ちょっと追加します。ちょっと無駄に追加します。で、今回、7番さんの会議に返しますけども、8番さん、じゃあ、俺か。9番さん強靭で置いたのは、まあ、うん、普通に最初は思ったんですけど、霊能者が3番さん占って、占ったとか、6番さんが、霊能者が3番さんで白だったから、もう9黒で置いています。もうその時点でね。うん。で、結果的に3番さん白だから、もう3番さん強さん強で置いているからこそ、俺はもう9で黒でもう確定では置いているからね。だから、霊能者は絶対構わせると思っているから。うん。9番さんの色を 見せたくないから、霊能者を噛んでると思ってるからね。うん。
で、最初は、まあ、9番さんは狂人の置きました。うん。でも後半、まあ、後半位置っていうかわかんないけども、そういう感じで、霊能者が浅間さん、白だと、結果であれば、もう9破綻だし、うん、とは思っているから。うん。まあ、とりあえず、絶対4番さん行ってください。うん。任意で釣るので全然いいんですけど、でも5番さんのと、鼻つげ、全然最初良かったと思うけどね。だから俺4番さん怪しいっていう形で残したっていう感じ。グレーズレだったね。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。さっきはちょっと、生産、粘ってしまってすいません。で、普通に、俺は初日から言ってんだけど、8番さんのシーンは追えない。追えないから、普通に、まあ、3が死んだとして、4が白、各白になって、で、さっき7各白って言っちゃったんだけど、これ間違いで、9番さんが、狂人だ、3が死んで9番さんが狂人で、8ローが濃厚なんじゃないかなって思ってる。3が、強だった場合、8が、真の9がローになるけど、まあ、俺は、あ、そっか、うん、8の真は追えないから、8がローで、9が強で、3が真だと思ってる。だから4番さんは隠し白 で、もし次俺が生き残ったら確実に、まあ、ほぼほぼ7番さんかな。俺は7番さんに行きたいと思ってる。うん、理由は、まあ、初日からまあ7番さん、って釣られない位置、何て言うんだろう、まあ、8番さんも9番さんも白っぽい白っぽいっていう発言あったと思うんだけど、で、さっき8番さんが7番さんに白打って、9番さんも7を、白打ったんだけど、まあ、何て言うんだろう、まあ、まあ、俺は8番さんの進化を得ないことから、8番さんの7に対する触れ方っていうのがずっと気になってたっていう部分かな。とりあえず俺が生き残ったら7に行くってことだけは言っとく。今日は8行くけど、はい、俺が生き残ったら7行きます。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。まあ一貫してずっと言ってることなんですけども、ほぼほぼもうほぼ確定で3番さんが真確定な状態です。9番さんは人外が確定な状態で、8番さんのその考察やったりとか、その考え方とか、はい、発言内容からしても、皆さん汲み取ってる通り、8番さんを死んでおくことはできない状態です。8が今日、8が9を今日で見たとしても、説明はされてたんですけど、全くそれは納得いくような内容ではなかったと思ってます。まあ、皆さん思ってる通り。だから私っていうのは3番さんからその 4白もらってる状態で、3番さんが3番目に CO した状態、うん、ほぼほぼ私は確定で CO です。2に気になったところは、2が騎士だった場合、うん、守り先を言ってなかったことが気になりましたね。5が2に入れてた理由っていうのは、うん、そうですね、8、9の相方が2だと思ってたんですかね。それなら8がローで2がロー、8にローローってたんですかね。そこが5番さんにはちょっと気になりましたね。7番さんのそうですね、疑う要素っていうのは考察的にも発言内容的にもほぼほぼ白だと思ってます。まあ8、9からって言うんですけど。そこを2が疑った点、うん、7番さんの黒い要素を上げなかった点も気になった。だから2、5かな ?7 は弾いてもいいと思ってます。はい。今日は8詰めてください。以上です。5番のプレイヤーが発言します。うん、7番か2番だと思うけど、7番いきます。俺は、うん、2番が噛まれ、4番が生き残る不思議な事態が起こって、5番に入れて恥をかく人っていると思うよ。そうなったら7番に納していくんだよ。4番さん、お勉強しようね。うん、7番はおかしいから。うん、17で7番噛むでしょう、まともなプレイヤーが。あなたが一番最初でしたよ。なぜ噛まれてないんですか。はい。そしてですね、なんでね、みんなに合わせないんですか、包丁を。はい。万が一3番が生き残ってたら自分が占われないようにしたんじゃないんですか。まさに狼行動ですよ。5番の行動とは村行動ですよ。投票見た瞬間にわかりますよ、上手い人は。5番が狼だったらやばいでしょ。占い師に一切入れない人間。最後まで貫きますよ。俺は狼だと思うところに入れ続けて、7番行きますよ、もう。
うん。たこっちゃありません。7番にしか俺はもう行かないです。はい、明日も。基本的には7番。怪しかったら2番とかになるけど。おかしいんですよね。みんなと歩調合わせないって。なんか一人だけずれてるんですよ。3番がもう万が一生き残ったら占われないようにした人外にしか見えませんけど、7と1で7番さんが噛まれなきゃおかしいんですよ。だって4番さんが認めるほど白いんですよ。なんで生き残ってるんですか？明日あなたが噛まれてなかったらおかしいんですよ、もう絶対に。うん。7釣りだよ、8番。7行こうよ。みんなで7行こう？だって8、7でしょ？うん。全プレイヤーの発言が終了しました。うん、その疑いにはどんな根拠がある？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。はい、お願いします。あ、はい、お願いします。まあ、とりあえず4番さんに1でやられましたねって感じ。だってこの時点で終わってないでしょ。だから、普通にこの2、4、5、7で絶対に人狼がいるってことですよね。うん。じゃあ、頑張ってくださいっていう感じ。で、俺、4番さん来る出しました。で、その4番さん、じゃあ、返しますけども、そうだなまず1周目、何も聞こえてないっていう発言がありました。2周目について、俺と、9番さんで、どっちか、どっちかの話をしたときに、9番さんが真、俺が、今日って答えましたよね。で、結果的に、9番さんは、俺に白出して、6番さん、霊能者は3番さんに白出した。うん、その時点で、9番さんのシーンはありえないんですよ。うん。それはわかるかな。うん。だから、俺か3番さんの、今日、もしくはシーン、どっちかしかないんだよね。でも、それでも9番さん信じ、さっき言ったよね。うん。だから、もう、とりあえず4番さんが間違いなく黒なんだよ。うん。怪しいな、怪しいな、つって。つか、強靭するゲームじゃねえから、これ。マジで。何やってんのって思ってるけどね。うん。まあ、とりあえず、村人陣営頑張ってください。じゃあ、村人陣営で叩き合ってください。7番さん、2番さん、なんかすっげえ叩かれてるの、本当に白だから。だから、俺マジで4しかないんだよ。5番さんいろいろ言ってるけども、なんかすごい、結構いい人だと思ってるから、4番さん入れてほしいってやる、マジで。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2、4番のプレイヤーが発言します。まあ最初に言っておくことがあるんですけども、8番さんの言ってることは8番さんの言ってることは完全に捏造であって、私は9なんか真なんか置いてません。3、4が3番。3番が4番に白を打った状態で3、4ローローあるんだったら3番から釣って証明してくださいって言われて3番さんは真でしたよね。で9番さんっていうのはその占い結果が 遅すぎて、うん、私の把握漏れもあったんですけど9強に置いてたんですよ。だから9を真に置いてるなんて一言も言ってません。はい、捏造です。まあ、もう少しまともな捏造したらいいんですけどね。さて、5-7になるんですけども、そうですね。難しい。非常に、8-9がどちらか人外で、8-9どちらとも人外なんですけど、どっちがローなのか、8番が、8がローならば、4が真確定の状態なんで、8の方がローが高いんですかね。そうなった場合、8ってつながる位置って7に白を出してるし、でもね、これ5ともつながるんですよ。5
5が7に入れた理由って7が白だったら負けてる場面。うん、なんでもそうですね。実際に5、7残ってるんで、ちょっと発言内容を決めて入れていきます。以上です。ペース伸ばしてください。5番のプレイヤーが発言します。うん。蒸らしても始まるしようもないでしょ。じゃあもう、3番進路置いたら7。4番が順番なら負けでいいでしょ。じゃあ7。4番はさ、もう2番が7行くって言って、噛まれても、これでもロックは外れないなら俺も知らんよ。投票コード見れば答えは出る。4番は人狼の時に何をやる？3 c o で。投票どこに入れる？占いに入れるんだよ。人狼の時に。考えてみろ、4番。自分が人狼の時に。ただ、スラ占いに入れない人って、いると思ってる？ 4 番自身のコードを照らし合わせればわかる。もう投票コードでわかる。上手い人は。まあ、4番が人狼ならもういいんだが、もう俺は。とりあえず7番に俺は行く。投票コードを見ればわかる。自分がどういうコードを取るか。3番が死んであれば占われないように、3番に入れない。コードを取る。狼のコードを落として、7のコードのようにだコードを取る。4番が3番言ってるから4番ないだろ、多分。うん。狂人に行くわけねえから。うん、7だろ。4番よりはね。うん、7に行く。8、7じゃね。投票コードを見ろ。負けて反省しろ。うん。自分がしない行動を取ってる人間なんかもう超絶村だからな。ラッキーボーナス問題だぞ、4番。5番の投票行動は真っ白だからな。昨日の盤面、4番なら何をする？きれいに白くなろうとしたら8に入れるだろ。なんでわざわざ俺が狼で汚くあろうとするんだよ。村だからだよ。7番いきます。7番。のプレイヤーが発言します。ああ俺ね、はいはい。27のどっちかに村がいるって考えたら絶望するね。絶望しますね、本当に。まず俺が噛まれてないことを疑う前に2を噛まれてないことを疑え。5に関しては自分のことをうまいって思ってるかもしれないけど、わけわかんないムーブしてるのはお前だからな。マジでクソどうでもいい村だなってマジで思ってるわ。久しぶりね、イライラしますけどね。本当に。はい。ちなみに4、5はわかんないっすよ。5に関しては終始思考がバグってる人しか思えないし、なんだ、その、普通に考えて、8に関しては9を強で置いた視点が謎だったし、で9に関してもグレーセースなかった中でなんで情報ずれ3になるのか。情報ずれしか脳がね、村なのか、本当に。芯がねえところつるって言ってんだろ、俺は。で、4に関しては、おかしかった発言が3がほぼ真って言ってるんだけど、4目線って8から黒出されてる中で3がほぼ真じゃなくて3真しかないからな。はい。結構遅かったとかわけわからん発言もしてるし。5に関しては宇宙だし。ぶっちゃけどうでもいいっすね。はい、あ、無理だね。もう4番目。まあ、5が村だった場合って4って俺にしか来ないと思うから。どうなんだろうな。5は俺にしか来ないから、4が狼で5が村だった場合って俺にしか来ないから、俺は5に入れるしかないのか。ああ、じゃあ、まあもう3、行にか、まあ8に死んだったら悪いな。俺がもう7に行くしかないよ、もうこれ。4番も怪しいけどな。3番が狂人で出たから、負けるパターンだろうな、狂人が出てるパターンは。4番が狂人だから釣りを押せた。まあ、しゃあない。もうしゃあない。4番だったら負け。もうまあ、これは許してよ。もう無理だろ。投票が終了しました。4番にたどり着けないだろ、これもう。狂人が出てると思わないから、ほら。人狼陣営の勝利です。4番が狂人。5番どんな気持ち今。あ、4球か。3狂人か。まあまあ負けて当然だね、これは。うん、負けて当然。8番から9番の破綻が追えなかったっていうのもまあミスだ。